久保さんあの熟成さんから報告いただきましてまああとうんと先月からカメラ転売で11万ぐらい利益上げたって報告いただいたんですけどでその報告の中でねなんかそのカメラ買ってくれた人がその緊急事態宣言がどうのこうのっていう,うんでかいあのなんかそのメッセージ来たらしいんですよ。でまあそこで書いてあったんですけどあの自宅にいながらね あの別にその緊急事態宣言とは関係なくショビジネスができるってすごいですねみたいな報告もらったんですけど、まあ、久保さんも僕もね、あのー、どんな状況になってもひたすらあのやること変わらないっていう <laughs>、うん、だから変えるべきものと変えない変え変え,変えないといけない部分と何だろうな変えちゃいけない部分ってあって その変えちゃいけない部分って何かっていうと、会社に出社するっていうところですよね。まあ今ちょっとコロナなんで、ちょっとその状況下はね、変わってる部分はありますけど、まあ給料もらいたいんだったら会社に出社するっていうのは変えちゃいけないじゃないですか。これはね。まあ今コロナなんで、あの、リモートワークみたいなね、出社するという概念がちょっと変わってきてる部分はありますけど、あの、まあ会社のルールに従うっていうところは変えちゃいけないですよね。だって会社から給料もらってるんだから。 だ会社が、じゃあリモートワークしましょうつって、いやリモートワークじゃなくて僕あの出社したいんですコロナだけどみたいなね。あなたコロナでしょみたいな話で。まあ絶対無理ですよね。ねコロナの人を出社させるなんか絶対無理じゃないですか。<laughs> なんで、会社のルールに従うってことは変えちゃいけないし、でも変えないといけないのは仕事の取り組み方ですよね。これは常に、 変えないといけないいいとけですよね仕事の取り組み方。例えば、新入社員の時の仕事の取り組み方と、3年後働いてる時の仕事の取り組み方。これ変わってなかったら、新入社員のままやんけって話で、給料絶対上がんないじゃないですか。だから会社に取り組む姿勢だったりとか、覚えるスキルだったりとか、それをアップデートしていかないと、給料も上がんないし、クビになるだろうしって話で。だ変えるべきものと変えちゃいけないもの、これがあるよっていうところですね。言ってらっしゃい。